はい、どうも18金でございます。今回はですね、再調整ステーションでですね、リビジョン1とちょっとやり方が変わっているので、それをね、やり方を解説したいと思います。すいませんまずね、再調整ステーションの武器、これはね、もう変えちゃったやつなんですけど、改良済みって入ってるんですけど、例えばですね、そうだな、武器の、例えばじゃあ、このね、アキュレート、こう3つ武器ついてますけど、武器に関しての調整で言うと、1段目2段目3段目って考えてもらえればまずはいいんですけど、タレントのねマークの下に、そのまた下に丸に線が入ってるよね、マークがあると思うんですけど、それが対応しているっていうのでちょっと見てもらえればいいんですけど、武器の場合はね、1番目2番目3番目で考えてほしいですね。なんでかっていうと、1番目だとこの同じ武器種の1番目同士でチェンジ、2番目同士でチェンジ、3番目同士でチェンジするわけですね。なのでもしこれで、あ、じゃあこのインリズムをね、右の44につけたいなと思ったら、こういう感じでね、左のを崩して右のに移すと。で、下にですね、必要な素材とお金と出てます。で、チタンがすごくね必要になっちゃうんで、青いなんかゴルフの、クラブみたいなマークなんですけども、それでね、素材使いますから、結構ね素材大事にした方がいいかなと思います。で、なんでね、マークの説明をしたかというとですね、これがね、武器はこうなんだけど、装備のねタレントと調整する場合、このね下にあるじゃないですか、これだとマークが対応してるんですよね。これだと上丸に上矢印の、矢印っていうマークじゃないんだけど、ちょっと同じこうマークのところのタレントが移動できるよと。なので別のマークのタレントを移そうと思ったら、これだけかな、これで、そう、丸同士のもので対応してるんですね。なのでじゃあまた違うマークを選ぼうと思ったら、上丸でしょって考えたら、上のね矢印のこれで対応してると。なので、他の装備もじゃあ見てみましょう。これも丸で出てますけど、多いところから出るの膝で、三角っていうかね、上矢印のマークついてますけど、これ選ぶと同じね上マークのエントレンチが対応してて、他のじゃあこれだと、ハードヒッティングだと他の丸の、リストラティブとか自己調整といった、これ下の丸のマーク同士が対応してるっていう形になります。なのであとはね、それぞれ崩して、でもちょっとこっちの装備の場合は、また別の素材が必要になるということで、アタッチメント等でね、よくね、こっちのね、クラフトステーションで、例えばモッドとかね作るときにね、チタンとすごく使うので、電子機器も青いところですね、なのでだいぶね消費しちゃうと思うんですよ、アタッチメント作ってる方は特に。なのでこういう感じでね作れるんですけど、あ、ちなみにこの黄色今作れてますけど、下に今クラフトとか比較とかプロジェクト作成ってところに、これ青になっちゃってると思うんですよ、何にもいじってないと。でそこだとね、アップグレードを作成っていうのが出てるから、そこをね作成っていうのを進めていくとできるようになりますから、そうするとね、これ武器種のランクが上げられます。でただ一点注意、これみんな模造品とかレプリカとかになってるでしょ、これをここで作ったやつは、再調整できません。なので、多分ね、持ってんだけど、ファマスを僕作ったんですけど、ファマス強いんです、おすすめなんですけど、これね、これレプリカって、これ左のクラフトで作ったんですけど、これを再調整でいじろうとすると、多分ね、弾かれちゃうんですね。これね、こうなっちゃうんです。なので、それだけ注意。再調整できないものもありますよ、と。ということで、前はねクラフトしたものは、再調整できたんですけども、ディビジョン2のねこの場合は模造品とかねレプリカは再調整できないので、それだけ
注意すればいいかなと思います。では18禁でございました。次の動画でお会いしましょう。チャオ。ご視聴ありがとうございました。18禁でございます。またねバグ等出していきますから、ぜひチャンネル登録、ツイッターのフォローお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。チャオです。大統領ずれてるんですけど、大統領ずれてバグりすぎだって。大統領かっこ悪い。ああやだ今の面白い。